松茸不確定な時代を生きるすべ「穴ン赤峯淳役第一部残されたもの第一章「気づくすべ」26ページ 1908年から1909年にかけて鉄道会社2社が競いながらオレゴン州のデシューツ川に沿って線路を敷設していたカスケード山脈東部にそびえ立つポンデローサ松を商業利用できるようにポートランドの貯木場へ運ぼうというのであった1910年しのぎを削っていた両社は共同経営にたどり着いた 同地域で産出する松の丸太は遠隔地の市場へ向けられた製材所は新たな移民を引きつけた製材関係者が増えるにつれて町々が誕生していった1930年代にはオレゴン州は国内最大の木材生産地となっていたこれは私たちが知っている物語である 開拓者の物語であり空っぽだった空間が産業的に見込みある資源の源泉へと変容していった物語である1989年オレゴンの無害貨車にプラスチック製の西アメリカフクロウのハリボテが吊るされた環境主義者たちは非持続的な伐採が 太平洋岸北西アメリカフクロウは炭鉱におけるカナリアのような存在であり今にも崩壊の危機にある生態系の象徴なのだという天然林での伐採を禁止しフクロウの住みかを守ることを連邦裁判所の裁判官が命じると伐採者たちは激怒した しかし、どれほどの伐採者たちがいたというのだろうか。木材会社が機械化を進めるにつれ、また、有料な木材が消えていくにつれ、次第に伐採の仕事は減少していった。1989年までには、多くの製材所はすでに閉鎖され、木材会社も他の地域へ移動してしまっていた。カスケード山脈東部は、 かつて木材がもたらす富の中心であったとはいえ今や森は跡形もなくかつて製材所でにぎわった町々はやぶに覆われていたこれは知っておくべき物語である産業の転換が起こると未来についての明るい展望が泡沫にすぎないことがわかるばかりか その後には崩壊しきった生計と損害を受けた景観が残されるだけであるしかもまだそうした記録は不十分なままであるもし物語が瓦解で終わってしまうのであればすべての希望は捨て去られねばならないだが兆候と瓦解の別の面に目を向けてみればまた別の物語が見えてくる 傷ついた景観は産業的な期待と瓦解を超えて何を創発しうるのであろうか1989年オレゴンの伐採跡地にはすでに何かがうごめいていた野生キノコの商業取引であるそれはその端緒から世界規模の瓦解とつながっていた 1986年のチェルノブイリの原発事故によってヨーロッパのキノコが汚染されたためキノコを求めて商人が太平洋岸北西部にやってきたのである日本が松茸を高価格で輸入するようになると折しも無職のインドシナ難民たちがカリフォルニアに定着しようとしていた時期でもあった市場は狂乱した 何千もの人々が太平洋岸北西部の森に押しかけ新たな白い黄金を探し始めたのだちょうど森林をめぐる仕事か環境か論争の最中のことであったがどちらの陣営も松茸狩りの存在には気づいていなかった仕事の重要性を訴える人々は健康な白人男性が請け負う仕事だけを念頭に置いていた しかし森林を少量する人々は障害を負った白人機関兵かそうでなければアジアからの難民アメリカ先住民入国書類を持っていないラテンアメリカ人たちであったそうした人々は不可視の違法侵入者にすぎなかった環境保護論者たちは 人間によるか乱を森林から排除するために戦っていたもし何千もの人々が森に入っていることが知られていたとすればそうした人々が歓迎されたとは思えないマッサケガたちはそのほとんどが気づかれずにいた多くの場合アジア人の存在それ自体が地域の人々に侵入の懸念を抱かせた ジャーナリストたた。ちは暴力を危惧した世紀が改まって23年も経つと仕事と環境のどちらを取るかという発想自体が説得力を失った森の保全がなされようとなされまいと米国には20世紀的な意味での食などほとんど存在しなくなっていたからであるそのほかにも環境への損害は 仕事を持っていいいないとにかかわらず私たち皆を滅ぼしてしてまうようよにも思われた私た私ちはこのような経済的にも環境的にも瓦解している状況にもかかわらず生きなくてはならないという難題を負わされている進歩の物語も破壊の物語もそのいずれも共に生き残ることについていかに思考すべきかについて教えてくれはしない 今こそ松茸を採取する人々に注意を払うべき時であるもちろんそのことによって私たちが救われるわけではないそれでも私たちの想像力を開いてくれるはずである地質学者は現代をアントロポセン人神性と呼び始めている人類によるか乱が 他の地質学的な影響力を凌駕した時代という意味であるこの言葉はまだ新しく現在知り得ていることとは矛盾しているものの将来的に期待できそうな希望も込められているしたがってその名称が人類の勝利を含意していると見なす人がいる一方でより的確に解釈している人もいる計画と意思がなければ 人類は自らの惑星をめちゃくちゃにしてしまうというのだ人類のという窃盗時にもかかわらず混乱は私たち人類の生物学的な属性に起因するものではない最も説得力のある人身性の開始時期は人類の出現にあるのではなくむしろ近代資本主義の到来を契機とするというものである 近代資本主義こそが広範囲にわたる景観と環境の破壊へと導いたというわけであるこの時間の流れによって人類のという窃盗時はより複雑なものとなる資本主義が没効して以来の人類を想起することによって進歩という概念と阻害するための技術の拡散とが絡まり合ってしまいそのことによって 人間もその他の生物もどちらもが資源化されてしまうからであるそのような技術は人間と管理される存在とを分離するその結果共に生き残ることは追い隠されてしまう人神性という概念は希望の束を喚起し時にそれは現代人の思い上がりとも呼ばれるが 同時にそれを何とか切り抜けようという意欲をも奮い起こさせる私たちはこうした体制の中で生き果てはそれを超越することができるのだろうか松茸とその採取者について記述しようとするのを阻むのはこうした苦難である現代人の思い上がりによって記述は単なる装飾的な客中に陥ってしまう 人類のという窃盗時が断片的な景観と複数の時間性人間と人間以外の移ろいゆくアッセンブリッジより集まりから私たちの意識をそらせてしまうのだ。松茸タケ採取を価値ある物語にするためにこの窃盗時を的確な文脈に位置づけそれが認めようとしない領域にまで踏み込んでいかねばならない。 何が残されるかについて考えてみよう国家と資本主義が自然景観をどれほど惨憺たるものにしたかを考えればなぜそうした計画から漏れたものが今も生き残っているのか聞いてみたくなるこの問いに取り組むためには曖昧な境界に注目する必要がある何がミエンジンとマツタケをオレゴンで引き合わせたのであろうかそのようなさまつな問いが すべてをひっくり返し周辺にあったはずの予期せぬ出会いが物事の中心となるように仕向けたりもする私たちは毎日不安定にまつわるニュースを耳にする人々は仕事を失い仕事にありつけないことに憤っているゴリラもカワイルカも絶滅の危機をさまよっている 対面上昇が太平洋の島々を水浸しにしているところがほとんどの場合私たちはそのような不安定な様を現実世界における例外と決めかかっているそれはシステムから脱落してしまったものだというのであるだがもし本書が提案するように不安定性が現代社会の現実だとしたら どううなるであろうか別の言い方をしてみようもし私たちの時代が不安定なさまを感じるに熟したものだとしたらどうだろうもし不安定性や不確定性取るに足らないものと考えるものが私たちが追求するシステムの中核であるとしたらどうであろう不安定であることとは 他のものから影響を受けやすい状態である予期せぬ出会いによって私たちは一変させられてしまう私たちは管理されえないし自分たちを管理しえないコミュニティが要する安定した構造に依存することができず推移し続けるアッセンブリッジへ投げ出されてしまうそこでは他者だけでなく 自分も作り直されることになる。現状に依存することはできない。私たちの生き残る能力も含めてすべては流動的である。不安定性を通じて思考すれば社会分析は変化せざるを得ない。不安定な世界は目的論のない世界である。いつ何が起こるかわからないという不確定性は恐ろしいものである。 しかし不安定な状態を通して考えれば不確定性もまた性を可能たらしめるものであることがわかるすべてが奇妙に聞こえるとしたらそれは私たちのほとんどが近代化と進歩という夢の下で育てられてきたためであるこれらの枠組みは 未来へとつながる可能性のある現在の一部分だけを選別し残りは些細なものとされ結果として歴史から落ちこぼれてしまうあなたは反論するに違いない進歩だってそんなのは19世紀からある考え方じゃないかとしかし進歩という言葉が一般的な状態を指すとはいえ すでに珍しいものになってしまっている20世紀における近代化でさえもが廃れたものに感じられ始めているもちろんそうした進歩についての基本的な概念はどこにでもあるものだ民主主義や成長科学希望など私たちは日々進歩する対象を思い浮かべているなぜ経済が成長し 科学が前進することを期待するのだろうか。発展との関連性は明示されていないものの、歴史理論はこうした進歩や発展という概念に密接に関係している。私たち個人の夢も同様である。口にするのもはばかれることだが、共有されたハッピーエンドなどもはや存在しない。 それならなぜ朝わざわざ起きるのであろうか進歩は人間が定義し広く重要されている過程に埋め込まれている摂理や意識概念といった用語にすり替えられたとしても繰り返し人類は他の生物とは異なっていると教え込まれる私たちは将来を見通すことができるが 他の種はその日暮らしで私たちに依存しているからであると進歩を通じて人間が形成されると想像する限り人間以外の存在はこの仮想の枠組みの中に押しとどめられたままである進歩は前進する歩みである他の種類の時間を無理やりにそのリズムに引き込むことだ その駆動力あふれる表紙から一歩退いてみれば他の時間のパターンに気づくことができるかもしれない生きる者はそれぞれ季節ごとの成長繁殖地理的移動を通じて世界を作り直しているいかなる種であっても複数の時間制作プロジェクトが存在し生物が互いに協力し合い共同して景観を作っている。 カスケード山脈の森林の更新や広島の放射線生態学はそれぞれマルチスピーシーズ複数種的な時間政策の事例を示している私の関心はこうした複数の時間性に取り組むことによって記述と想像力を再活性化することにあるそうした世界はそれ自体のカテゴリーを想像していくという 単ななる経験主義ではないそうではなくどこに向かおうとしているかをわからないなりにこれまで進歩の時間の流れにそぐわないからといって無視されてきたことを探求してみようではないか。